シャアの声優池田秀一にしかわからないシャアの真実参戦。皆さんこんにちは、犬沢しななり4世です。今日は名探偵コナンでも活躍している池田秀一さんにしかわからない機動戦士ガンダムのシャア・アズナブルの真実についてお話ししていこうと思います。ではまず1つ目、シャアとララーは同棲しているカップル。大佐、今日からノーマルスーツを着て出撃なさってください。ララーがそう言うのならな。こちらは機動戦士ガンダム第41話光る宇宙でのシャアとララーの会話シーンです。このシーンについてシャアの声優である池田秀一さんは、同棲している恋人から今日は雨が降りそうだから傘を持っていてねと言われるのと同じ感じ。このセリフを考えた富野監督自身が、可愛い恋人から言われたい夢のセリフと著書で言っております。池田さんから聞くと、なるほどなぁと思いますよね。そういう観点で見たことがないので、もう一度見返した時は演技などにも注目したいです。そして2つ目、機動戦士ガンダム最終話脱出より、お前ももう大人だろ、戦争を忘れろ、いい女になるのだな、アムロくんが呼んでいる。こちらのシーンは妹であるアルテイシアことセイラにシャアが脱出を促す時の会話です。これに池田さんはある疑問が湧いたみたいですね。セリフのお前ももうのもの部分、もにはシャア自身も入っていると考えられるし、もうにはそろそろ、あるいはいい加減にという意味が込められていると池田さんは言っています。セイラもシャアも大人になっており、それぞれに自分の進むべき道がある、もう昔には戻れないんだよと諭すつもりで池田さんは演じたそうです。アルテイシアことセイラには大人の女として大事な人と、戦争以外の道を歩んでほしいシャアの兄としての思いをつけているのですね。アムロとは結局結ばれることはありませんでしたが、シャアはワンクールで死んでいた。アニメでのワンクールはガンダムで言えば全43話のうち1から13話までを指します。13話あたりというのはガルマの死でシャアかジオンから左遷されるあたりであり、そこから26話の復活のシャアまで彼の登場はありません。池田さんは富野監督が13話から26話までの空白の期間にシャアの物語での彼の着地点を吟味していたと語っています。シャアがワンクールで死んでいたとも表現しており、その意味はザビ家の復讐に取り憑かれた男から脱却し、ガンダムを倒すアムロの宿命のライバルになって再登場したからです。シャアを物語の中心に呼び戻すのに、富野監督はニュータイプという言葉を生み出し、それをきっかけにガンダムの後半はセイラとアムロ、ララー、シャアの話に絞り込んでいます。すべてこれはシャアのためと池田さんは著書で述べているのです。クライマックスでシャアが見せた弱さ。シャアという人物は弱みを見せることのないかっこいい軍人として、主人公アムロとは対をなすように描かれています。しかしそんな彼も一人の弱い人間ということがガンダムのクライマックスでわかるのです。自問自答はするものの、他人に問いかけをしてこなかったシャアがガンダムに勝つ方法を死んでしまったララーに問いかけるシーンに対し、声優の池田さんは、富野監督がシャアの人間臭い部分を視聴者に見せなかったのはこのギャップを最大限に演出するためと語っています。シャアを演じるコツ、これについて池田さんはそんなものはないと語っています。強いて言うなら何もしないことだそうです。池田さんの中には常にシャアが存在しており、一心同体だからみたいです。シャアのモノマネが難しいという意見からは、池田さん曰く特徴がないとも言っており、シャアというのはもう池田秀一のものということですね。ジオリジンの若い頃のシャアが池田さんだったのも、他にいい声優がいなかったからということでしょう。いかがでしょうか。シャアの声優池田秀一にしかわからないシャアの真実を紹介しました。コメントでご感想お待ちしております。動画を気に入ってくれたらぜひグッドボタンを押してくださいね。ではまた次回お会いしましょう。バイバイチャー。問題です。シャア・アズナブルの父親の名前は何と言うでしょう。
ナナリーの動画を見てくれてありがとう。かけらじでは視聴者の皆様と声優が通話できるサービスをやっています。かけらじの LINE アップまたはホームページの問い合わせページから通話希望と入力し送信してください。確認後運営事務局からメールを送らせていただきますのでよろしくお願いいたします。私と通話してみたい方はお早めにお申し込みください。私たちの声を早く聞きたいって方にはチャンネル登録を進めてます。ぜひしてくださいね。お願いします。